つです。はい、どうも。和骨です。小こ春んさばん、んリュウジは。さん、キトさん、ザクロさん、クーネルさん、いらっしゃい。ちょっと遅い時和間骨からでですす。が、ちょろっとだけやっていきたいと思います。犬面さんもいらっ和骨しゃい。です。どうしよう。昨日、ジャイロセット、ブロックセット、どっちだったかな？いや、こっちだ。どっちをインストールしたか忘れちゃったよ。してなくね？ちょっとわかんないなぁ、ゲームのインストール。ちょっとどこ行った？あった。あ！また画面が。画面が。ちょっと待ってね。こんばんは。はい。ぬるっぽんさんいらっしゃい。コウモリ猫さんもいらっしゃい。はい。あ、出てるか。はい。ジャイロセットはやってなかったと。はい。ちょっと今日やってみたいことがあるんですよね。パッチを当てるってやつ。これで、ゲーム設定の中にパッチがある。こんばんは。ある。魔界村。魔界。あった。これを当てると、ヘッダー要求のあるパッチ。セーブデータを別に保存。もうできんのかな？これは適用中なんだね、きっと。はい。え？ 30 フレーム安定の魔界村になるパッチですね。パッチを適用したって書いてあるわ。ほう？音量わかんねえ。ん？なんか、ん？ちょっとゆっくり？あれ？そこわかんない？あやとさんいらっしゃい。は？ちょっと待って。もうちょっと行こう。あ、なんかすげえ、あれ？ なんか速く感じる。でも、スピードは変わってないと思う、多分。なんかすげえ安定したな。なんか安定したぞ。あ、上行っとこう。槍の飛び方がすげえ安定してるもんね。そしてジャンプ。何があったマイクロニクス。逆になんでああなってたんだろう。やられた。どこまで行く？あ、いや、ネギまで行こうか。な、あ、え？あぜ、お、あぶい、あぶね、あー、あー、なんかすごい、変、なんだろう、なんか、あぶね、あ、見えね、見えね、あ、死んだ。パッチを解除して、はい。なんか滑らかなんだよね。これがパッチがないやつ。ってか、本当のファミコンのマカブラ。あ、やっぱ早いよ。なんかさっき遅かったよね、これ。どういうこと？ああ！なんか槍が滑らかさがない。なんか、まあ、30フレームバーサス20フレームだから。このジャンプも不安、なんかバキバキしてるしさ。ああ、操作が重えもん、そもそも。操作の重さが。ああ、肉酢っぽい。肉酢感がすごい。
でも俺が知ってる魔界村こっちだな。やっぱダメだな。あ、危ない。ああ。あ、やっちゃった。あ、ぶ、しゃがんだのに立っちゃった。ダックダックが解消されたらかなりの部分が解決するしそうです、ね。なんか操作性がまずやっぱ全然違うもん。こんばんは。これで出てたらもうちょっと評価良かったんじゃねえかな。いいじゃないよ。違う。パッチってまたやんなきゃダメか。そう、なんかいろんなパッチを手に入れたんだよね。差がだいぶ目減りしそうな。そうだね。っていうかやっぱりこうストレスはかなり減るよね。通行人 B さんいらっしゃい。こっちつ気になるわ。ここはちょっとなんかあいつが遅いんだよ。なんでこれちょっと遅いんだろう。ここ何、どういうことなんだろう。ほらー、おー、なんだろう、ちゃんと動いてる感じするわ。なんだー、ちゃんと動いてる感じする。あ、操作性いい。なんかすごい素早く対応してくれる感がすごいわ。すごい。あ、へえ。なーに、あ、なんだろう。うん。すごい誠実感が出た。もう一回やるわ。他のちょっとパッチもいずれやるわ。メガマンとかロックマンと、グラディウスと、グラディウスも有名だよね。ちょっと。早いんだよね、こう。早いデモ画面が。ああ、もう降ってくる段階でおかしいもん。これはダメだよ。なんかすごいよ。マイクロニクスは20フレームにすればいいのか。危ない危ない。20フレームにすれば、マイクロニクス。なんかジャンプしてる。ジャンプ中のアニメーションがすげえ少なく感じるもん。垂直ジャンプがカクカクだもん。スクロールもカクカクしてるしな。あー、びっくりするわ。あー、これしゃがんでもダメなんだ。タイマス？あー、バカ。あー、生きてる。左向いて撃とうとしてもなかなか出ないもん、なんか。あー、怖い。あ、カラスもいる。おい。あ、危ねえ。危い。あれ？ああ、音が鳴らなかっただけか。あそこ乗ると、ここから途中からかな？コップさんいらっしゃい。へえ。あのクソゲーがここまでまともになるか。ああ、また来る。
こう。やばいやばい。うわー、全然違うなー。探検くれんの？マジで。危な。あ、危ない。あ。全然火打ってこない。遅いな。豚の出現って次？ノックバックがないんだっけ？ズンズン来ちゃうんだっけ？ヒットストップ多い。うわ、懐かしいここ。っていうか、ここ60、つまり30フレームモードで来たいね。もういっか。ネギ豚。あ、今の、あれ豚なのあれ。あいつ豚だったのか。あいつは理不尽だな。ネギ落とすのはベーコンにされた豚の亡霊。そうなの？マジで？へぇー。そうだったんだ。普通にプレイしてたら分かんない情報だな、それは。なんかここはゆっくりなのちょっと欲しい。え、どうしよう。もうちょっとやっていい？ね、初めて聞いた。あー、なんだろう、全然違う。放送でもわかると思うけど違うわ。あー、あいついらないんだけど。あ、うん、滑らかに飛んでいくわ。倍の秒が倍ではないな、 1.5 倍。いや、 1.5 倍。おー、まだ来るの。おー、なんか武器の種類少なくね。拾っちゃうじゃん、これじゃ。別に俺は体罰がいい。あ、危ない。あとでいいもんくれ。マイナスアイテムがあるの？また来ちゃう？あ、やってもうたー。怖い。曲が止まらん。どこからだろう。あ、あそこね。はい。これだったら、まだ良かったな。絵は、もう、でもグラフィック的にもなんか問題あるけど、危ね。このさ、アーサーのなんかこのジャンプポーズが、なんか、あーもう、マジかよ。違いすぎるんだよ。いいのくれ。あー、ヤシチ。いらね。一角十。くれない。嘘でしょ、どこ？どこにいた？バニアエさんいらっしゃい。放送も30フレームだからね、言ったらな。はい。こう、わかった。セーブしよう。孔明の穴。ああ、弾かれる。見えないとこから来たもんだって。おっ。これ。いやー。あ、そっか。魔界村ってそういうゲーム。何もくれない。あ、うわうわうわ、ぶね。右に見えるから怖いんだよ、これ。よし、オッケー。しゃがんで。はい。あ、音が鳴んない。立たなきゃダメなの。鎧がなぜか。さあ、二面どうだ。そっか、ま、え？この次が、なん、言う、なんたらマンションか。
おお、スッとくるね。スッとくるじゃない。危ない危ない。ロックマンの日、そうだね。ロックマンを作った後にもう一回何かやるべきだったんじゃないか。いや、やっぱ、ロックマンは何だったんだろうね。まあ、ニクスじゃねえからってだけなんだろうけど。ドア。うん。ああ、でもだってもう、松明が飛んでる感じが違うもんな。おい、やめて。こいつらか。あ、一応、あ、じゃあ、違う。普通に打ったら頭超えるんだけど。ダメだ。一応ヒットストップはあるんだね。ただ、ゲーセン版にはあるキャンセル技とかは使えないからさ、結局はむずいよね。ファミコン版って。そりゃねえぜ、ファミコン版の難しさはやっぱりゲーセンよりも、いろいろと辛すぎるっていう。やっぱり単純に出来が悪いっていうね。大阪のビリケンさんに似てる。ゲーセンの難度の高さとは意味が違うからな、ファミコン版は。ゲーセン版がダクソシリーズでだったら、ファミコン版は、なんだろうな。インフルエンザで熱出てる時のダークソウルかな。まともにプレイできねえっていうか、まあ、どんなクソゲーだってやり慣れたらね、乗りこなせるのは当たり前じゃん。ただファミコン版まともに移植されてたら、レッドアリーマーの名前が後世まで残ったかどうか。やっぱちょっと極悪な敵でってこと。そうだね、どうなんだろうね。レッドアリーマーに関してはゲーセン版からもう人気キャラだったじゃん。ナオさんいらっしゃい、コーカサスさんもいらっしゃい。だ、世界、どうなんだろうね。難しい問題だね。イフみたいな話はちょっとやっぱ分かんない。うわお。これ、このロ、あ、そう、レトルフリークなんか、バージョンアップされたね、なんか。寒いな。部屋がアニマルフード、アニマルでも難しい。アニマルもいるからな。あの赤ちゃん、え出題されるんだっけこれ。え、どうすればいいんだっけ。ああ、はいはい、ニクスだから魔界村が残ってるのはあると思うな。それは全くゼロとは言い切れねえよな。あの赤ちゃんどうなっちゃうの。すげえな、英語遊びって。あんまり遊びの要素がねえっていうか。音楽遊びが出てほしかったの、俺は。そうね、だから魔界村、そうね。やっぱ、遊びやすかったらここまで言われてないもんね。ただ、魔界村がクソゲーとして残ってないのがムカつくんだよね、ちょっとね。スペランカーとか一期よりも全然クソゲーじゃん。スペランカーも一気も60フレーム出てってさ、遊びやすくてね、ただネタとして面白いだけでさ、魔界村なんてもうゲームとしてはガチな英語クイズだ。そうよ、魔界、ファミコン版魔界村なんて本当にちょっと比べ物になんないぐらい悪質なクソゲーじゃん。20フレームしか出てないんだぜ。ガングリフォンじゃねえんだからよ。ああやってシミュレーションだったらまだいいよ。アクションゲームで20フレームでもボロボロだぜ。そっち、とかスーパーピットホールの方が近いもんね、だからね。スーパーピットホールは極悪すぎてあまり名前残ってないけど。うわぁ、1でやっちゃった。あー、これ勝手に投げちゃうんだっけ。おっそ。セレクトボタンじゃねえんだ、今。あー、早い。あー、おっそ、ちょいちょい。なのに魔界村はゲーセンですごく人気がある作品だからってファミコンでもなぜか評価を高くしている。単なるクソゲーなのに。ああ。はい。ああ。
まあ、あの時代ゲーセンであんだけ人気があって極悪なゲームを家で自由にねえ、ま、危ねえ、金出したらまとめてできるだったらまだ魅力はあるわな。でも純粋にゲームの出来となったら相当だぜ、あれ相当ひどい。ファミコンの中でも下から数えた方が早い。おいおいおい、あれで100万本売りさばいたのすごい。まあファミコンジャンプとかもね、100万本売ったり、キャラゲーが100万本売れるのは結構あったからね。うまい。あ、もうちょっと聴くか、曲を。はい、よし、どんどん行くぞ。あれ、こっちから行くか。東映動画の北斗が140万売れたって話はいくらなんでも世紀末が過ぎると思う。140万売れたのあれ、まあ、北斗の拳という題材とパッケージかな。あとはまあファミマガだね。ファミマガに100万人ぐらい騙されたんじゃない。バブルやな、笑。バブルだね。でもね、本当に単純にバブルというか、まあ、バブルだね。まあ、そう、あんなのに金をかけ、ポンポン買ってくれるっていうか。まあ、バブルだね。まあ、実際俺たちちっちゃい頃バブルだったもんね。お年玉のもらいようがおかしかったもん。なんか、なぜか年齢が上がってたらどんどん上がっていくもんかと思ったら、どんどん下がってきてさ、テレビっ子さんいらっしゃる。逆にびっくりしたもん。あれ？お年玉ってどんどんもらえるようになるんじゃないんだって。よいしょ。もういっか、ドンキーは。これもうこれいけてるよな、これ。北斗の拳のゲームって、マーク3より早いよね。マーク3版は本当に魅力だったもんな。そうなんです。まず、新作のゲームが遊べるという魅力は、もうすごかったよね。本当に。これ、あ、そっか、トンカチのバンバンは出ないんだね、これ。ファミコン版は。このニコマのアニメとこの曲よ、たまんねえよな。うちの一人が、俺は買わなかったな、被害者。140万人の被害者。まあでも正直言って、当時北斗の拳のゲームは自分で買ったわけじゃなくて、ケンちゃんが買ったから。意外とずっとファミコン版みたいな BGM なんだよね、あの曲。あの曲たまんねえんだよ、マジ。ああ、いや、ケンちゃんが買ってて、あの、もう、発売日とか買った日にやらせてもらったけど、スプラトゥーンのね。ああ、やべ、北斗の拳は嫌いじゃない。俺はね、やっぱリンとバットがムカついたよね。なんだよって。俺もあんまり北斗の拳詳しくなかったっていうか、うちは北斗の拳見るの禁止だったからさ、朝、あれ、夜7時じゃん、東京で。夜7時に。いや、やったよ。もちろんやったし、安倍氏を取ることにもそこまで疑問はなかった。まあ、仕方ないんだろうなって思って。ただ、リンとバットが道を教えてくれるんだけど、なんでバットは嘘をつくのかがよくわからなかった。でも、バットが言う道の方が近道だったりすることもあるんだよね、あれ。ライブ中にハンマー刺される。ライブ中なの。ドゥッドゥルドゥッドゥッ。はい。ああ。気をつけし、はい。バットは嘘つきだったですね。バットはが示す道は嘘でっていうのが、なんかよくわかんないシステムがあって、リンが言うところは真実みたいな。いや、だから本当にあれは、当時思ったのは、北斗の拳をプレイして思ったのが、ケンシロウこんなことで死ぬなよって思ったよね。まずそれがやっぱゲームの悲しさだよね。キャラゲーってやっぱそこまで、あー、バブね、なんでケンシロウがこんなものに倒されなきゃいけないんだみたいな。もうゲームだから仕方ないけどって感じだったよな。そこが本当に嫌だった。あと死ぬときになんかキックしながら死ぬとことかさ。まあ。
あ、そうなの。あ、まあまあまあ、一番俺が嫌だったのは、ケンシロウのなんかこう、手の形がすごく嫌だったの。うん。ナイフめっちゃ刺さったり、変なライダーキックみたいな食らったりとかさ。もうよくわからんかったよ、あれは。自分で買ってないけど嫌だと思う、あれ。まあでもそれでもやってたけどね。やってはいたけど、ちょっと幼すぎて攻略するほどではなかった。とりあえず触って遊んでる感じ。なんだろう、これ滑らか感。ルールわからなくて同じところぐるぐるしてました。あれね、同じところぐるぐるしてるって見せかけて実は進んでたりするからわかんないんだよね。とも100万本売れるという。ははは、ええマジで、すごいね、あれ。うちの店も売れたもんな。手の形逆だったな。よし。何面で取るのがいいんだろう、これ。ここで取ってもいいのかな？いや。ここで頑張って耐えて次で取る。あぶね。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。早いな、そんなん投げてくんの。当時このゲーム、てか、ファミコンの中でも俺これトップクラスで好きだな、このゲーム。なんか、なんなんだろうね、この、ゴリラをなんかこう切り札で上げていく、しかも顔の感じとかさ。なんだ、これ次の面で撮った方がいいか。あ、危ねえ。なんなんだろうね。蜂蜜、いや、花が欲しい。なんで花欲しいんだろう。よくわかんねえよな。友達がお店の私有代で食事で20面以上行ってた。すごいな、ゲーセン映える簡単だからとか。何面までいけるんだこれ。誰なんだろうねこの人ね。これスマブラにいないの、この人。スマブラにこのステージねえの。おーい、なんか誰か来た。ああ、そっか、はゆー。このステージ派ないっすね。このステージがない。いやね、あ、いや、これ、すごいよね。なんだろう、なんか、スピリット。あ、ほんと。新作に名前だけ出てた。名前と絵だけ出てた。スピリットあるんだね。ギリエイ。明け版も人気あったよね。明け版の方がなんかすごいしっかりした感じ。どっしりした感じだった。なんか、ああ。もう、ここら辺からはもう。あー、無理。あー！あれ？なんかちょっとずつ音違くね。あー、はいはい。そういうことか。あ、復活した。やべ。もう辛くなって。やめてー。脇から降りてくる。うわー。あー、危ねえ。来た来た来た。あー、あいつの音聞きたかった。ちょっと辛くなってきたよ。ほんか辛すぎだねこれ。なんか死んだ音違くね。レトフリだからこれ。まあいいわ。次、うん、あ、違う、これスタンリーだった気がする。スタンリースタンリーって言うんだ。スタンリー、いや、ゲームウォッチ版とかも結構昔やったんだよね。なんかグリーングラスだかなんとかって。グリーンハウスの。あ、グリーンハウスだ。グリーングラス別のゲームか。ケツに殺虫剤ぶっかけまくるってなんなんやろな。そうだから、なんだかわからないけど、なんか気持ちいいんだよな。なんか押し込んでいく感じが。なかなかないよな、あの感じ。煙で、なんかスプレーで押し込む。おう。これテトリスのふりして、テトリスじゃないよね、このゲーム。まあ、毒マリに近いよね。毒まりだもんね、この画面がすでに。ちょっと待って、なんだこれ。ああ、全然テトリスじゃないじゃん。なんで、なんで消える。あ、やってもた。ああ、これでいけるか。消えちゃうわ。ああ、ちょうどよかった。
テトリスの面白さはないと思うんだけどな。なんよくわかんない、よくわからないゲームだな。テトリスフラッシュはなんか CM の印象しかねえな、あんま。任天堂のあの時代のあの、よくわからん CM。こんばんは。僕がファミコンと同時に買ってもらったソフトです、これは。うちの姉貴が親父と一緒に買いに行って、買ってきて、なんでこれ買ってくんのって思ったゲーム。テトリスアッシュで成功したのってあるんすかね。テトリスアッシュで成功したもの。テトリスフラッシュは売れただろうね。テトリスと、ボンブリスといい、テトリス派生系はどれもルールがわかんない。ボンブリスは面白いんだけどね。気持ちいいよね、めっちゃめちゃ。ファミコン版ですらよくできてる。これとなんかソフト買ってきたのかな。本体を買ってもらうのが非常に遅かったって、非常にってほどじゃないけど、ファミコンが出てから2年以上経ってた気がするんだよな。俺があまりにもゲーセンに行くのはやめないから、もう家にゲームがあったらゲーセン行かないだろうと踏んで買ったんだけど、申し訳ないけどあまりファミコンには興味が持てなかったな。あ、タイトル画面撮ってね。スーパーテトリスさんに入ってる足とか未だにルールが一切ない。ははははテトリスドクスは面白い。ボンブリスは物質で扱ったな。何？物質？学校でってこと？ちょっと待ってこれ。LINE がなぜか復活する。ボンブリスは物質で扱った。対戦、まあ、学生時代にいいゲームが出たら盛り上がるよな。学生時代にモンハンが出てほしかったわ、俺は。ああ、ゲームボーイのテトリスデラックス。ボタンがわからない。テトリスで一番楽しいなと思ったのが、DS のやつかな。DS のテトリスのやつ。あれ、なんて言うんだろう。あ、ぶちょ、ちょ、ちょ。ああ、ほんと。へえ。投げたらチェリオ。そっかー。任天堂の看板でげえな。地平線の向こうから生えてる。おいおい、あ、危ない。なん、道を開けてくれた。順位とかな、わかんないのこのゲーム。順位とかないのか、まさか。ファミコンでこれ系だとやっぱハイウェイスターには勝てねえっていうのと、対等グランプリが地味に面白いっていう。どうしてもこのゲームがあまり好きになれない。初めて買ってきてもらったゲームだからかな。自分で初めて買ってもらったのはロードランナーです。ロードランナーはファミコン本体を手に入れるよりも、失礼。ちょっとでかい。ちょっとうるさい。ファミコン本体を手に入れるより先に買ってもらってたおじいちゃんにね。マッハライダーとかのが派手で好きだったな。そうだね。人を選ぶと思うけどね。F1 レースの方がまだ。多く売れ、いっぱい売れてそう。プログラム的にはすごいらしいよね。どれ？ F1 レース？ナーシャジベリーのこと言ってんの？バルーンファイト。85年か。1月か。ああ、ロックされてる。このゲームは現物が見つからなくて仕方なくバーチャルコンソール版を Wii U のやつを買って。で、カセットの写真は、あの、ファミコン入門の動画作るためにさ、このゲームが必要だったんだけど。F1 レースは初めて買ったファミコンゲームなんで思い出あります。僕も本体と同時に買ってきてもらったのがこれ。てか、ファミコンを買った時に、なんか姉貴と親父が一緒に買いに行ってて、あの時の話聞こうかな、今度。なんかね、腑に落ちねえ話。腑に落ちねえ話なんだよな、なんか。なんで姉貴と、しかもなんか俺にあん、なんか言わずに買ってきてたんだよね。なんだったんだろう、あれ。あいつら何考えてたんだろう。バルーントリップはほんと聞きたくなるよね。押し込んでいく。ぐっつ。いけって。食われ、あ、来た。いい食われっぷり。やべ、忘れてた。あー、無理だー。しくじった。ああ。怖いわ。うわうわうわ、滑る。名曲ですね。名曲だし、やっぱり、ジャウストの販売許可が出なくてよかったよ。ジャウストの許可が出るってことは、洋芸がいっぱい、初期ファミコンのラインナップに入るってことでしょ。
それはどうかな。やっぱ俺はすげえそこが運命のさ、なんか分岐点だったんじゃないかなって思うわ。ファミコンの印象ってやっぱり任天堂がしっかりとこう、なんだろうね、日本向けに作ったっぽい印象がやっぱ必要だと思うんだよね。あぶ、いやすごいよね、ほんとね。あの時期にあれはほんとに、この操作性もそうだけどさ、どこだ、いやもう完璧よね、このゲームね。もうこれ以上なんか変えろっていう部分ないよね。そう、もういじる、あのね、もうこれ以上なんか無駄なものを削るっていう作業がもういら必要ないっていうか全くないよね。一度とたりとも変える必要ない、もうこれでよしっていう、そこがすごいんだよな、任天堂って。もうその時代にできる完璧なことっていうか、もうこの作品の完璧なところ全部もう持ってきた感じ。あーぶねー、このシャボン玉の綺麗な感じすごい、ね、完璧よ、ね、おっ、いい。ってか、だからこそ今聞いてもなんかこう、なんかなんだ、チップチューン的な、待って風船が1個の時やっぱむずい。風船2個の敵っていないもんな。危いよ。やっぱ物がいいから残ってるわけで。おっ、ほんとよ。だって、なあ。アイスクライマーは俺ちょっと疑問あるけどね。殺し合いは楽しいけど。アイスクライマーはちょっとジャンプが癖ありすぎる。もう、あ、大丈夫だ。まだいける。まだいける。バルーンファイト今やっても面白い。そうね。あー、ダメだ。これはちょっとダメだ。何がダメって。うん、こっち。ドクターマリオよりいい、マザーといい、あー、その、田中宏和さんっていうのかな？ファミコン音源集。あー、そうね。だからもう、あのね、なんか窮屈感がないというか、足りない感じがないんだよね。もうちょっと。引っかかりないもんね。あのね、なんだろうね、不自由さがないんだよね。もう、だってなんか自由気ままにっていうかさ、もうファミコンの世界を自由に飛び回ってる感じ。言ったらなんか、あ、この人、もうちょっと広々とした自由があればもっとすごい作品作れんのになっていうさ、窮屈感みたいなのがない。もうだって、軽やかに乗りこなしてるじゃない。ちょっとしたハモリが気持ちいいもんね。まあ、できないけどね、これ。なんか、ね、本当に無駄のないまん丸というかさ。できましん。レトロフリークでなんか遊べるようにできないのかね。そうだから海外でとか、なんかやっぱ印象に残るあれなんだろうな、これは。本体ベタ付けでこのゲームついてたのかな。ダックハントだったっけね。本体買うと、その光線銃とゲームがついてくるみたいなやつがあって、それに入ってるんだよね、多分。持ってるけど忘れちゃう。スーマリとこれが入ってんだっけ？すっげえ綺麗と思ったら、そりゃそうだわっていうゲームだったわ。次。ほいつ。そう。だからみんながやっぱこのゲームのムカつくところとか苛立ち、あの犬が笑ってるところをみんなで眼臭で撃ってたんだよね。バシ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 っつって、死ねえっつって、笑いやがってっつって、だからみんなのなんかこう体型の中に入ってるから、なんかやっぱ人気があるというかさ、支持されるというか。きた。ちょっとキャプチャーの問題で30フレーム、だから60フレーム安定してていいな。まあ、録画もしてるしね。ファミコンで完成度が高いゲーム3本上げてくださいって言われていたら絶対に、いや、3本と言わずに。あ、セーブが消えてる。もうこの完成度たるやん、もうないよ。海外だと
この余裕よ。うん、2-1 のセット。おお。ファイバーキング、ネス実機で液晶でダックハント、やって、マジか。へぇ。あー、わかった、ごめん。待って。このゲームはちょっと、あれなんだ。BGM 怒られるんだ。そういうゲームがファミコンにもある。数本ある。残念ながら。まあ、しょうがないよな。カービィと、え、そんな時代に出てんの？ 93 年か。ほんとだ。93年3月。スーファミでもなくファミコンでだ。おいおい。ファミコンで出してきてるんだな。あ、これは困ったぞ。よし。あの BGM 聞きたいけど、綿棒が。あの BGM 聞きたいけど出し方がわかんねえんだよな。昔はあの BGM のためだけになんかいろいろやり方してたけど。いや、ファミコンすげえな、やっぱな。おお、怖い。ドルアーガ見て。ゴールデンハンマーの曲が聴きて。ゴールデンハンマーか。ゴールデンハンマーってどういう条件で？ゲームもよくわかんないしね。なんかなんでこんなゲームなんだろうね。母の大好きなハンマー来た。あ、バカバカバカ。下押しちゃった。ゴールデンハンマーは面によるよね、確か。で、なんか、なんかをする順番があって、多分、あのね、10年ぐらいずっと、こう、現役貫いてたんだけど、後にそういうハードは生まれないって、誰かが言ってた。マジで？ゴールデンハンマーは、まあ、裏技的な、あれだもんな。なんかそんなんだよなぁ。で、どっか特定の面とかでしょ。あ、一面でもできんのあれ。はっ？変なゲーム。あ、なんか出た。何か出てる。ああ、全部入ったのか。この気をつけ。ブラッキーが出る。ああ、何面からだろう。何回か空振りしてから爆弾。6面で何個か目の爆弾を壊すとかだったかな。マジで一番簡単がそれ。面セレとかしなきゃダメ。何やったんや。レッキングクルーを名乗っちゃダメだよな。ファミコン版レッキングクルーが入ってるとかだっけ。そんないいものは入ってないんだっけ。謎のゲームだよな。名前も意味わかんないしね。レッキングクルー、これは一体なんだ。なんかビル解体とかねえ、なんかそういう、今何面、そういうテーマっぽいけどさ、やべえかもしれない。全く楽しめなかった。あー、98ね。これは上に行った方がいいのかな。ギャッツ。やってるな。この気持ちよさったるや。ああ、なんか あいつが出た。どうすりゃいいねこれ。真ん中。あ、ダメだ。やべえ、めんどくせえ。なんだあの豚。やべえ、帰ってきた。この面でもハンマーでそうですね。で、そうだよね。どっかで死ねなかったっけ、これ。え、なんか、わかる？やり方わかる？あ、そういうのないのか。やべえ。どうすりゃいいの、これ。うわぁ。はぁ、あ、はい。隠し、こんばんは。隠しアイテム出現。
爆弾1個を2個、2回破壊して謎のキャラの爆弾を3つ目に破壊したとき、面の数プラスハンマー振った回数。ほう。どういうこと？で、あまり1の時のみ出現。どういうこと？ブラッキー。これってあの消えたとこに近くに出るんだっけ？関係ないよね。確か完全なるランダムだ。ずるい。ナミさんいらっしゃい。いい曲だな。ってことはさっきの面でどうすればいいの？すべてを委ねる。何あいつ。来ないでー。はい。って書いてみましたが、ちょっとわからん。お前、あ、この面爆弾出なかったっけ？俺この面で出してた記憶あるんだよね。ごめんじゃなきゃ無理。ああ、ごめんだとどうすればいいんだ。この面で俺ゴールデンハンマー出した記憶あるんだよな。ここですね。そう、あ、ここごめんか。ここでなんか左、どうすればいいって？ごめんでの出し方は？隠しアイテム出現は爆弾以外を2個破壊。爆弾以外を2個破壊。一番下の爆弾を3つ破壊して。マジかよ。まず爆弾破壊するの。読んで出してた？そうだよね。ドラム缶のある段ってことは2段目ってことかい？ここが出しやすかった。そう、ここ、ここかい？ああ、来た！ああ来たよ！ここが一番あ、ダメだった。ちょっと、あれ？敵倒せなかったっけ？ああ、なんか記憶違い。これもう死ぬとダメ？出せる？もうダメかな。やり直しか。セーブしとけばよかった。来た。そうだよね。早いんだよね、これ。あ、早い。あ、これダメだ。あ、危ない。あ、敵はタイミング次第。あ、ダメだ。真ん中。ま、曲聞け。残念ながらいけるんだよね、これ。確かに。ういゴールデンハンマー。さすがだぜ。思い出したぜ。敵倒せるよね。うん。そんな記憶あった。はい、曲が聴ければいいわ。あー、いいね。嘘。マジで。そうなんだ。いい曲だな。なんかバルーントリップにも通じるものが再現されてんの。スマブラで？すごいね。ファミコしかわかんない話かと思ったわ。なんかバルーントリップっぽいな、音。火がうるせえ。じゃあこれで、ここで放置しとこっか。よし。あら、来ちゃった。ちょっとどうしようかな。もうちょっと古いファミコンとか任天堂タイトルどんどん紹介しよう。そうなんだ。ゴールデンハンマーって出てくるの？あいつらは何なんだろうね、ほんと。下水道でも出てくるじゃん。来た、早っ。ハンマーの上位ボタンとして出ます。あ、そうなんだ。ほう。低確率、あ、そう。何作目なんだろう。すごいよね。やっぱいいものをちゃんとやってる。このステージ選択とかさ、あれ ?X ってことはゲームキューブ版かい？覚え、おいよいよいよ。覚えてないな。そっか、敵は当たっていいんだ。DX じゃないのか。Wii のやつはそこまで俺やってないからかな。おっ、チョイス！ハゲそうなな、ギアが4速もあるからな。まあ、リズミカルに上げていくだけで。あと下げる必要もないしな、もう。あぶ！この BGM は気になるよな、なんかな。
覚えがない。どうすればいいの。どんどん、おっしゃった、行くしかないの、どんどん曲変わるんだこれいいし、うわっち、水とか多すぎなんだねえ。いや当時からこれはすごくみんなのお気に入りだったよ、ファミコ、ファミコたち。おおちょいちょいちょい、ほう、危ねえよこれ、石なんかこれもう避けられもやばいよこれ、避けられないもん、こんなの見て避けてねえもん、運任せだよここら辺だろっていう。破壊もできねえしよ。あ、死んだ、敵石に当たって死んだんだけど。うわははは、すごい。あ、へえ。スマブラってやっぱすげえな。何でも入ってる。あぶい。石はやめて。石。ミラーなんて見えます。いや、そっか、右上ね。いや、後ろで爆発してたの見えたから。F0 になっちゃってんだ。まぜこぜじゃん。F0 新作出してくれよ。安くてもいいから。いや、安くてもっていうことはないけど。あ、へぇー。小学校3年とかでやってたと思うんだよな、これ。あんまり持ってる人いなくてさ、このゲーム。持ってる人がいるとすごくなんか嬉しくてさあーって誰が持ってたんだっけなー。うわ、ちょ巻き菱とか巻くなや、あぶいよ。ほんと当時好きだったのなんだろうな。くるくるランドとかも意外と好きだった。うわ、勝てるやつ来た。アッパーさんいらっしゃい。わお勝て3発撃たないと死なないよ。このなんか乗ってる人がかっこいいよね。なんか、うわ、アメフト選手みたいな。この横にな、斜めになってる時で斜めになった。うわ、無理だった。このスピード感いいよな。このゲームオーバーの BGM まで全部セットの感じ。いや、すごいよな。ちょっと過酷すぎてさ。あら、あれ、新しいソフトばっかり。ちょっとこれです。引き出しが逆だったの。なぜなぜ押しっぱなしめんどくせえから。マジか。っていうか本当に持ってる人が少ないゲームだったな。ファミコン持ってる人自体もそこまで多くなかったけどさ。うん、だけどその中でもすごい少ないかったな。1学年に1人2人いたのかいないかな感じなんじゃない。一人持ってた人の中に一個、二個ぐらい上の学年の人がいたけど、同学年だと一人かな。うちの近所では所持率高かったですね。なぜだろう。マッハライダーは持ってる人少なかったよ、うちの方は。むしろすごい人気で回ってこなかった。マジで。長屋君しか持ってなかった。長屋くん、うちの方は多分すっくんかな。そうよね。ちょっと尖ってるもんね、任天堂にしては。うわ、なんか星ついてるし。誰の？あいつらが勝手につけたのかな。うん。これもやったなこのゲームの影響だったのかな、俺がピンボール好きになったのは。でも俺ピンボール的なものは多分昔から好きだったんだよな。毎年コリントゲーム作ってたの。わお。あー、うまい。よし。いやー、うわ。出れねえ、ここ。惜しい。遊べるゲーム。ピンボールを置いてるゲーセンもなくなりましたね。そうなんだよな。90年代中盤から後半になくなったね。ワコです、お久しぶりです。リトさん、お久しぶり。あぶね。こんばんは、延長しました。あ、そうだ。
リドさんから物理的な投げ銭をもらったんですよ。あーコリントゲーム懐へ釘打つんですね。そう、釘打って、でもなんか輪ゴムとかはすごい使ってた。リドさんからビータをPS ビータをいただきましたいやーほんとグラビティデイズやっと遊べたわ。ビータ版、ビータはなんだろうな、ビータ TV 買ったけどさ、ビータ調子いいです。え、レトロピンボール台を並べた部屋作るってどういうこと、どこで仕入れたのコップさん何者だよ。いや、ナイスパですよ、ほんと。ずっともうね、何年か前から言ってたんだよね。あー、すげえ、そんなこと書いてあるのか、これ。初級。麻雀覚えたての人。ドット荒いね。曲だけ聴きて、おい。デモ画面あったぜ、今。へへへ。はぁ。逆さになってるやつが来るんだけど。ああ、まあ、やって、4人打ちとかね、囲碁とか将棋とか。任天堂の将棋ってなかったね。ははいいんじゃないの、別に。一本でもやりゃ十分でしょ。やる。あ、はぁ。うん。いや、これがあるからファミコン買ってもらったりとかしたんでしょ。麻雀ができる。当時は麻雀つったらね、マジで？いや、当時は、麻雀って言ったら、やっぱサラリーマンのたしなみみたいなとこあったからさ、あんこ作ってく。つすー。でー。この音。は、5、6、7、8。これどうすればいいの？ちょっと待って。どうすればいいと思ったけど、あと俺、4が来れば、4か6が来れば上がりか。リーチかな？これリーチになってんのこれ。なってなくね？え？は？あ、なった。マスオさん、そうそう、だからサザエさんの世界とかと、なんだっけ、あの。なんだって？なんだって？今どうなってるこれ。はぁ、来た。あれ足んなかった？あれ ?4 と ?4 が頭で ?5、6、7、7、8、9。あれ何か足んないこれ。えあ、なんか、やっちゃいけないってこと俺。あり？あ、ボタン違ったわ。ボタンが違っただけだ。びっくりした。結構いい。あわれるよね。なんだ、役がないってだけ？なんか意外と点数よかった。足りてるわね。足りてたね。よくわかんなかった。ボタンが A じゃなくて B だったっていう。しまった。びっくりしたわ。なんだこれ。あー、これか。任天堂トランプ出さなかったですね。あ、花札トランプなかったね。てか、トランプで遊べるゲームってファミコンって言ったら何にもない？キャデラックはあれ、トランプでやるゲームかどうかよくわかんないけど。早いし、読み込んでるし、ゴルフは入れてあったね。はい。次、あっと。実物買ってやーってことかな、わら。そうでした、すいません。うん、実物買ってや。実物買ってや。ああ、そういうことか。ああ、競合しないようにしてたってことか。あり得るね。確かになんか、ゲーム部門とその、なんていうんだ、ああいう花札部門とかいうの別でなんか、いがみ合ってそうな感じはあるから。あいつら、つって、いい気なもんだぜ、みたいな。絶対許さんからな、みたいな。あ、83年これ、ロンチだっけ、これ。83年12月7。11月いくつだっかだっけロンチは。ロンチじゃないよね。日付が違うもん。うふぅ。このバットのこのしなりっぷり。たまんねえ。ゲームウォッチみたいだな。おお、気持ちいい。ファミステール気持ちいい。なんだよ。バットにボールが当たった感じが気持ちいい。てるる。
デデドン。ああ。あさ、あ。145。意外とこの当時投げる人いたんだな。まあ昔の人でもめちゃめちゃ速かった人いたらしいからね。計測できなかっただけで。なかなか投げない。ああ、ああ、ああ、いや、お前なんで走んないんだ、なんで走んないんだ。審判がいる？外野にも審判が、嘘、外野に審判がいた？そんな時代だったのかな、昔は。外野まで飛ばしたいけど見えなそう。デデドン、デデドン。え、3アウト以上取られてる。あ、ほんとだ。あ、え、ホームランの棒のとこか。うへぇ、これね、守備は自分で動かせないんだよね。オートです、オート。昔は6人制だった。7月15日とかなの？いや、もちろんだって野球は見えたよ、数字が。12月って見えてた。おっと、おっと。おー、少しみんな取ろうとしてないんだ。デデドン。昔はボール際に、ポール際に際どい打球を確認する審判がいた。今カメラとかでやってんのかな？え？133とか、なかなかの高速球。153出た今。あ！と、取った！危なかった。へえ、野球のルールっていうか、そういうことも違うんだな。あ！あ！球できない、動かせないから外野に打たれると終わりだよな。メジャーが4人制だからといって先進でなくなった。はあ？あ、なんか抜けたんだけど。そう、これで、ね、自分で、あ、やべえ、走るシステムがまだ違う。自分のいるルイの方を押さなきゃダメなんだ、これ。なぜ？メジャーが4人制だからといって審判いるのか。あ、そうなの？すっげえな。待って待って、ここから打つ。はい！ダメか。あと、結構これ、エラーすんだよね。だからトンネルとかすんのよ、この人たち。なかなか投げないんだよ。昔はなかなか投げなかったんだっけ、ああいうのって。走っちゃダメか。確かに、形とか違うもんね。今は何秒以内、ウェイ。108。あとこれ左右の動きがすっげえ遅い。上下も動けるわ。はっ！あっ！162出てるぞ。あ！のスペック圧倒的だよな。すぐ戦のチャンピオンベースボールなんかわびさぎの極地よ。あれでもこれって元ネタあれなんじゃないの？それなんじゃないの？うわすげえ。曲聴けれちゃうんじゃねこれ。と全然走れや。手あげんなや。ん？間に合う。嘘だろ今。ストライク。表示位置も今と逆。嘘？どういうこと？取れよ、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 取れよ。ああ。デデドン。ストライクとボール。ああ！はいはい、SBO ってやつ。へえ、違うんだ。どっちに投げればいいの？今は左下のツボが、武装の容器になってます。なるほどね。BSO なんだね。なんか変だよね、でも。あ、まあ、そういうも、そう、うわお。いやー、内野なの、おい。もういいわ。アケハンのブアーサスベースボールがチャンピオンベースボールとムブプタしたようなシステムになってた。はい、へえ、そっか。バーサスベースボールってことは、バーサス筐体のってこと？ニンテンドーのってこと？ニンテンドーサッカーとはあの時代によくあんなの作る。ニンテンドーサッカーとか。でもニンテンドーのサッカーって当時すごく嫌じゃなかった、なんか。うわーって思わなかった、なんか。ニンテンドーのサッカーはなんか出た時にケンちゃんが買って、あれもね、発売日っていうか発売してすぐにケンちゃん買ってたんだけど、なんか、横スクロールのサッカーってなかったのかな、あの当時。なんか横だよね、ファミコンのサッカーって。なんか、なんだろう、あとなんか出来が他のスポーツゲームと比べてなんか微妙なイメージあったんだよね。人数少なくて体育の時間。あとなんか、弾を挟んでぐり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 するようになる。ブコ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 みたいな。へえ、そうなんだ。嘘？そうなの？うわ、すごい。
クッキー食いたくなるわ。え？何が面白いか分からんけど、やっちゃうゲーム。え？え？あー違う。ね。大集合。あ、ダメだ。何かミスった。何だったんだろうね。あ、何が起きてるの？何が起きてるの？なんかやっちゃう中毒性がある。ピースしてたの。ねえ。あれは面白くないけど、なんか気持ち悪いよね。あー、そっかそっか。なるほどね。あー、ダメだ。え？あ？あ、ダメだ。ちゃんとマリオがレバーを操作してるのがいい。そうなの。ヨッシーどこですか？ヨッシーのクッキーのヨッシーに関しては、どういう、中に成分として含まれてるんじゃ。ヨッシーをフリーズドライにしたものが含まれてる可能性。ヨッシーいない？ヨッシー今いたけど。面影がいたけど。思い出が。ヨッシー来た。ヨッシーってオールマイティークッキーなの。オールマイティークッキーってなんかそういうクッキーありそう。そういうことじゃないのか。粉として入ってるんじゃないの？デモ画面まで見ようか。え、取り合ってなかった？なんか。この野郎みたいな。オープニングかなんか、なんかこのデモ画面みたいなやつでなんか取り合ってるよね。ヨッシーが缶に入ったクッキーを食おうとして、それをマリオが、おいっつって。うお。厨房のバイト、表に出てこない人なの。うわ、来たー。あー、消えなかった。目立つところで、あ、ね、仕事してんでしょ。外に、お客さんから見えるところで仕事してんの。やだー。ああ。嘘、あ、オッケーオッケー。何面まで行ったらこれ終わるんだっけ？まだ出荷が終わらない。あれはなんかうめえんだよな、砂糖みたいなっていうか、なんつうか。あ、消えちゃう、消えちゃう。頼む。よし。裏ではヨッシーが。裏でこれ、そっか。用意してんのはヨッシーで。操作してんのがマリオか。まだ、まだか。あ、そっか、これ、できるか。こうやってこうすればいいの。ちょうどいいじゃん。うっかりしてたわ、このゲーム。遊び方忘れてた。そろそろ行こう、行かない。10面か。10面まで行かなきゃダメ。ハート型のクッキーみたいなねっとりでもいいけど、その下のチョコが乗ってるクッキー好き。あ、わかる。この赤い粒のやつはなんか、もっと砂糖っぽいやつかね。そうだね。あ、あ、あ、そうか、一列並べばいいのか。おえい。うち。お、ありがとう。目みたいな形。目。目。わかる。なんか、ちょっと渋い方と普通のプレーンの方が合わさったよ。のみたいなやつ？目か。どれだ？右下にないんだけど。あ、それじゃなくてか。あれはなんだっけ？ラプンツェルじゃなくてなんだっけ？なんだっけ？ラプンツェルじゃなくてプレッツェルか。ラプンツェルじゃねえ。やべえ。
消えなかった。誰だっけ、誰かが食って喉に詰まらして死にそうなったやつですよ、大統領。おお、俺がねボタンを押すとアクセル踏むよ。そう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 。中野区のマークみたいなやつ。さあ行ったぞ。何の P だよ。なんか P って聞こえる。え、終わり？え、何の P？ なんか P って聞こえるんだけど。プレッツェルか。プレッツェル。入ったクッキー食いたくなってきた。ああね。ちょっといいやつ。オープニングか、ヨッシーとクッキーじゃねえ。ヨッシーとマリオが揉めてるのって。マリオがクッキーの缶詰、缶が開かなくて、なんか、道具取り行った時にヨッシーが食おうとして、逃げ回るやつ。もうプレッツェルなんてしばらく食ってないっていうか、いつ食ったのが最後だかわからん。どうしたどうした、つばだらけになっちゃってしょんぼりしてんの。食われたのかな、中だけ食われたのかな。ワリオの森がよくわかんなかったんだよな。次、うん、やっぱ任天堂ラインナップちょっと安心感がありすぎてちょっとダメだな。他の次の引き出しが怖いんだけど、まあ次もちょっと、次終わってんのかな、インストール。なんか怖い。最後、もしかしたら次の引き出しが最後かもしれないけど、今日は任天堂だけです。任天堂やばいね。一人の、正直言って他のメーカーいらないぐらいのラインナップだよね。他のメーカーいらないぐらいバリエーションもあるし、なんか良質だし、なんだろう、なんだったんだろう銀河の3人って。いやそれはいいけど、ちょっと待ってね。マジで銀河の3人任天堂っていうのは分かんなかったもん。これくらい安穏さでちょうどいいわ。ね、何なんだろうね、ほんと。みんながやっぱり、みんなにとっても共通的なこう思い出だったりするから。これもなぁ。光線銃持ってたのは、ケンちゃんがまず近くで、金持ちんちのケンちゃん。家族に二人 社長がいるっていう、特異な家庭だったから。でもお父さんはいなかったけど。すごかったわ、あそこは。しかも、おばあちゃんが基本的にはなんか俺たちを育ててくれたからな。ちょっともう一回見たかったな。上が点滅しちゃって見えん。あ、デモ画面はバブルだったからスネを見ていな同級生何人かいました。はあ、その後どうなったんだろうね。金のラインナップの分厚さとかも異常だった。いやだからさ、ブラウン管じゃないからレコフリじゃできないんだろうな、うん、それはそうね。その上級国民一家、ですね、そもそもが、だから僕がさ昔さ、クリスマスに七面鳥食べたって話をしたことがあるじゃない。あれケンちゃん家だよ。てかもうそのケンちゃん家で食べた七面鳥、その一回きりでそれ以降七面鳥食ってない。でも未だに少し味を覚えてるよ。なんかすげえなんか鶏の肉みたいな感じかと思ったけど、すげえパサパサしてるし、なんか独特ななんか匂いがあって、なんかすごいなんだこれって思ったのを覚えてる。なん8歳9歳とかの記憶だと思うんだけどね。だーダメだ。来たー。すげえと。算数遊び2個入るんだけど。昨日聞いた。ドンキ、右の人誰なんだろう。開業医でお手伝いさんいた。七面鳥は仕込みが大変。開業医でお手伝いさん。かき込ませないとパサパサになる。はあ。え、これ、どういうことこれ。ああ、え ?50、どういうこと ?51 プラス、え、どういうことどうすればいいの ?5? え、は ?51? これは対戦か、熱い。これ、あれが答えになるようにしろってこと。基本的に、ああ、えどういうこと、ルールわかんないんだけど。やっぱこのジャンプ音なんだろ。50、かけるもあるもんね。え ?51? どういうことだ。は ?15? どうしたあ、51になるように頑張れってことは計算式作って51にしろと。すげえ高度なことさせてんな。本当にそうなのかな。じゃあかける。ああ、動くのが大変これ。この状態でこの速さで動いちゃうから怖いよね、なんか。
あ、超えた。で、どうなの、超えたら。今やったら面白いかも。今やったら面白いよ、多分。なんかちょうど脳トレみたいな感じでおっさんとかがやったら超面白いと思うよ。引く。引く。だからこれ強引でもいいから、とりあえずあの数字にしろってことでしょ。102にして2で割る場合ですね。あ、なるほど。だからこれはだから、ゲームは苦手だけど、なんか計算得意なやつとか、戦いとかが楽しいわけでしょ。でもゲーム得意なやつは大体負けると思うんだけど。はぁ、これ対戦じゃなきゃ面白くないじゃん。友達がいないやつはダメだ。あ、でもこれはいいですね。なんか学校の勉強よりはもうちょっと自由度があるっていうか。ね。なかなか面白い。任天堂らしい感じ。次。対戦は確かに、対戦めっちゃ楽しそうだけど、ねえ、邪魔とかもできるのかな。邪魔が下から勢い余って滑り落ちるドンキーコングビア。実物見たことないです。どれの実物？算数遊び。でも意外と持ってる人いたよね。練習五目並べ。五目並べとは違うの？こんなに曲違うの？相手側の数字を奪うとか。あ、できるよね。だってちょっと時間が経ったないと帰ってこなかったもんね。任天堂ロゴがいいな。算数遊びです。算数遊び。あ、ほんと？ BGM ないのかな？むずく。やっぱこの音なんだ。え？何が？射月。技名が出んのこれ。オセロみたいに遊べない。このオープニング曲、任天堂だね。なんなんだろうね。あ、負けるこれ。五目か。じゃあ、並べさせてじゃダメなんだね。邪魔する俺と、頑張るお前って感じ？なんか、マージャンでポーズするとコーヒーブレイクって出てくるのが印象的。あの、コーヒー、ティーカップみたいなのが出んだよね。なんかあれは、不思議だった。あーって思った。まあ画面を出したまま消せないから、停止させられないから、ああいう風にしてるんだろうけど、なんかすごい印象深いよね。子供流れになんかちょっと思ったわ。来い！来た！このサッカーに関しては他のゲームよりちょっと後に出たイメージなんだよね。何色にする？これでいいか。BGM なってたもんですよ、ゲーム中。じゃあそう、あ、ほんと？え、無料で？あ、この曲。この曲よ。あれ、日本ってないの？あったわ。日本が、色はないっていうか。なんか肌の色までしか違うのかな。いやー、なんか鎌本さんとかが人気あったんじゃない？ 5 人？弾がおっせ。スライディングとかないもんね、これ。あ、この、重いんだよ、このドリブルが。ズガン、ズガンって。ガビシ。あ、この矢印システムね。これ何のパクリなんだろう。なんだか、ゲーセンにあったよね、昔。矢印ゲー。ちょっと。斜め移動のイラストがちゃんとイラストとかドット絵があるから。ダーティーなイメージがあんまないもんね。今やるとよくできてる感じするけど、当時はなんかすごい嫌だったんだよね、これ。なんでだよ。はっ！このゴールの端とかをちゃんと狙えるようになってるのはすごいよな。矢印で。うまい。おい、なんかキーパーがすげえ上に行ってた時、チャンスだったのに。いや、球の感じよくできてるよな。当時は、いや、あの、ケンちゃんとずっとやってたけど、上に！あれこれ間違ってる俺。シュート。キャプツバはもうあったのかな ?85 年ってキャプツバは連載してるのかな。キャプツバの人気の絶大ぶりってすごかったからね。みんながサッカーやったからね。俺は野球やったけど。あ、そう。ゲーセンのゲームのパクリでしょ、でもこれなんか。この矢印のシステムって。ゲーセンで見た記憶あるんだよな。どれがシュートボタンなの？ B がパスなのかな、これ。てか、オートで動きすぎなんだよ、お前たち。はぁ、はい。
キャプツバにオフサイドなんてあんの？B はパスかなこれ。はあ、定冠ワールドカップはこれより後か。でもなんかサッカーゲームがこれより先にあった記憶あるんだよな。ゲーセンでね。自分はキャプツバでサッカーやりましたよ。でしょ。いや、そういう人だらけですよ日本なんて。これよ。いい、キーパー、俺もキーパーなのこれ。危ねえよ。はあ。危ねえ。チャンピオンサッカーなのかな。矢印があるやつあったよね。それのパクリの感じがする。何が？ヒッツ。あ、やっぱりシュートはシュートだったわ。A ボタンがシュートだ。B でちゃんと変えられるしな、選手を。いや、よくできてるけど。パスパス。うえ。嘘でしょ。スライディングねえからな。いい。オフサイドあんのこのゲーム。マジか。なぜオフサイドダメって言われてるかは分かんなかったってことね。よし、ナイス。なんでそこ行っちゃう？おお、そういうことか。時間かい。そこで時間止まんないんかい。踊りでも見るか。うん。確かに。来た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 。ははんだよそれ。顔がよく見ると怖い。パク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 してるし。へえ。なんだこれ。音量がちょっとずつちっちゃくなる。嘘。ファミコン意外と器用だな。あー、下打っちゃった。あ、どっちでもいいから点入った音が曲が聞きて。あ、上行っちゃったよ。あー、しかも持ってなかったボール。もうもうゴールの方しか見てなかった。今取られてることに気づかず。もう入れてくれ。じゃあ入る。これ入った。この万歳たまんねえな。はあ、すごいな。うん、オッケー。ゆゆすけさんいらっしゃい。セガのスパカセ、あ、スパカセのサッカー。へえ。カズダンスないよね。カズダンスなんて将棋だったんだもんね。日本人であんな、なんか、エア、あの、なんだ、煽りみたいなさ。そうだね。パクンってなったもんね。フロッガーみたいな動きしてた。早い。あ、そっか。7月がロンチなのか。うわお。どういうことこれ。ハドソンソフトって書いてあるじゃん。はりゃー。ハドソン製なんだ。うわ。はい。音こんな感じ。あ、いやいや、捨てる必要なかった。あ？は？ほう。セレクト押すと。あ、え？チョンボし、インチキしてないのこれ。すげえ。コーヒーブレイクは？あ、コーヒーブレイクも、なんでこれ、セレクト。おい、インチキされてるかと思ったけど、全然じゃん。裏技なのこれ。どういうこと？なんか、麻雀の勉強するためにも使えますみたいなこと？開示かよ。な、開示？開示なの？なんだ、開示っていうのは。開示って、あれか、なんかあの、ガラスの麻雀牌ってことか。うん、多分そういうことだと思う。そういう。リセット時にボタンを押しながらで積み込みできるとかあります。何それ。あ、そう。なんだよそれ。あ、来た。噂のやつが。任天堂らしからぬやつ。ずっと任天堂作品だと思わなかったやつ。初心者向けとかもあるし、まあ麻雀のなんか勉強とかもあるんじゃない。どういう風に拾って捨ててみたいな。何？あ、これはまあ千本ノックでやるんで。今はいいです。よし。やっぱりファミコンは。
なるほど、ね、しました。延長された。積み込みは2人用麻雀です。そうなんだ。オールセーフ。これも全部名曲。ファイ。いやケンちゃんがこれも買ってさ、全部買ってたかな。キャラでかっ。わからんでも人気あったんでしょ。デビルマンの頃かな、いつだろうね。でもほんと長い号は俺魅力わかんなかったな。なんでこんな絵なんだろうっていうすごい疑問だった。いたな、あんなやつ。違うんだ。あれだよね、バックトゥーフューチャー2かなんかでやってたよね、よくわからんやつ。そっか、これ今、そっか、一人でも来たらダメなんだ。面白かったな、これ。おはん。あ、ここ、え、これ最初から画面に銃向けてたよね。うん。本当は腰にあのガンホルダーをつけてちゃんと遊ぶべきなんだけど。赤ん坊のおもちゃみたい。赤ん坊のおもちゃ、赤ん坊のおもちゃ、声が Wii U バチャコンの光線銃シリーズちょっとだけやりてんだよな。 あれはどうやって遊ぶの。 Wii コンで遊ぶの。 Wii リモコンで。銀河の3人の頃ボンボンで重心ランガライガー返した。マジか。へえ、ライガーって長い子だったんだ、コミック版は。えらい状態が微妙。よし。このゲームはやったな、なんか知んねえけど。まあ、出来よかったかな、これ。あんまじ、なんか汚ね、サビだらけだ。次。早いですね。これはほんと流行った、当時。はい。F1 レースは、そんな盛り上がらなかったけど、これは本当に、二人同時ねえもんな。長いゴンチで生まれたことになってんの。そうなの。っていうか、まあこれ今でもいろいろ遊ぶ手段があるからな、別にな。うん。あ、そう。あ、そう。もうでも、上手くなるも何もやり込むしかないからな。この水平に落ちるとか。あ、ダメだ。失敗した。エキサイトしたよ。うん、ダメだった。あ、あ、え、何それ。へえ、ていうかさ、 B ダッシュってこれがルーツって今ちょっと思った。これってこのやっぱ B ボタンの存在って、まあ同じところでこけたな、違う理由だけど。スーマリよりこっちの方が後？いや、こっちが前だよね、多分。え、どうだったっけな。だよねー。あの、バウンドしないからロスが少ないんだよね。バウンドしてるときに減速しちゃうっていうか、再加速が必要になったりするから。あれ、なんでこれなかなか始まんないの、本編が。あれ、あ、ごめん。え、あれ、あれ、なんか俺間違った。ありゃー。あ、A にすると、ずっとこれ？ああ、どうなんだろう。マジで？いい、かっこいい。あ、いたいた。まあいいわ。予選と本戦でなんかあれ？おい、やぶねえ。あ、こけてる。来い。あ、失敗した。あ、乗っちゃった。早い。あ、ダメだ。あー、失敗した。あ、V。オブディ。いや、すごいよね、ほんと。これもまさにまた無駄がない。この、覚え、
ゲーム性も本当によくできてるしね、ウィーリーしながら通過する場所だったりとか。デコトラ嘘そういうことか。ラインでこう走るレースゲームみたいなこと。ぜい、あー失敗した、見すぎてしまった、うるさい。冷やし板どこにあるんだ、冷やし板ここにはないのか。うわ危ねえ、二面だよね問題は。あ、まだまだだ。あ、え、これ二回やんなきゃいけないんだっけ。ダメ、まだ本線じゃん。あれなんか記憶が、あ、いや本当だよ、みんなあそこでやっぱり面白いステージっていうか面白いコースって、そんな簡単じゃないんだなっていうのが分かるよね。好きなものだけをなんかバイキングで好きなものばっか持ってきちゃう人みたいな感じ。この野郎失敗した。結局直線でなんかあの鋭利なジャンプ台だけ作ってちょっと遊んで、ってなる感じ。みんなやるよな。お、嘘だろ、うまくいったのかと思った。これね、負けるのか。危ない危ない、飛びすぎ、食べ危ない。あー怖い、くっそっち来んのか、なんでそっち来たの。上行けよ、時間で順位が決まるのこれ。あ、時間だね。今何位ですってことないもんね。やっと来た。ここがやりたかったんだよ。ひどいゲームなのかよ。ガンガン倒していくから危ない。危ない、冷やし板どこ入った、ちょ危ない。音楽再生の上画面で音楽波形に合わせてずっと走ってるイメージがある。へえ、危ねえ、あっ失敗したし、すげえロス。そうなんだ、音楽再生 MP3 かなんか再生できんの。危ねえ危ねえ、いやよくできてるわ。ははは、マジか。あ、そういうことか。へえ、レトフリは出力がないもんな。メトロクロス、あ、確かにね。あれはでも、ラインではないからな。まあ、ラインっぽいけど。さあ、これいくか。やっぱ、ニンテンドーはちょっとやっちゃうから長くかかるね。ニンテンドー引き出し、昨日の続きだけどさ、こんなに関わると思わなかった。1時間で終わるかと思ったら、もう1時間半経って、まだちょっと残ってます。そうよ、まあでもうちはセーブする環境も一応あるっちゃある。ステートセーブしても、そうだよ。できるよ。配布もできるんじゃない。じゃあ、まあ、曲を聴き、うん、処理が重い。オープニングこれなんかすげえ好きだったな。ゲームはちょっと苦手だったけど、いや、ドット絵もよくできてるよな、この少ない色数とかで魅力的に描かれてるもんな。ドラゴンナイト。
そうなの。あー、え、勇気ないとかですか。そう、あれは金かかってるよな、マジで。本当に馬とかいたもんね。スーファミの CM かなんかで馬いたよな、ステージ上に。あれはやばい、あの人数集めて。しかも任天堂で一番稼いでるからな、あのコンテンツ。とんでもねえ稼いでるよね。このさ、なんかこう鎧とかがさ、なんか変なやついるよね。なんかこれ未来の話なのかなみたいな。弓道館する。怖いよこれ。こんなんで撃たれたくね。ユニットの種類すごいな、ほんと。馬がペロンってなんのいいよね。どうした、ありがとう。あ、CM かな、ありがとう。すげえ種類いるな、弓矢だけでも。こいつなんだっけ、なんか変身できんのか。どういうことなんだろうね。器用なやつ出た。ファイヤーエンブレム、そう、エンブレムってなんだろうって。グランツーリスモも変だなと思ったけどさ、ファイヤーエンブレムじゃないんだって。だ、エムブレムサーガはやっぱダメだったね。エムブレムサーガだったらまだよかったから。なぜエムブレムにしたのか。攻撃はできない。できねえんだ。司祭。謎だよな。あ。なんかこいつだけ説明違くね。いや、もともと、あ、これ。エヴァンゲリオンみたいな肩。なんでこんな肩なのこれ。おー、終わった。あいつが最後だったのか。あー、すごい。変な画面になっちゃった。あー、タイトル画面はこうなんのか。えい。あー、ちょっとあ、ダメだ。なあ。あ、そういうことか。あれか。漆原とかが書いてたあれか。うん。ああ。ここでいいかな。で、同じソフトが2つあってからのわけわかんない謎の流れ。俺、このゲーム当時親になんかねだった気すんな。買ってくんなかったけど、まあ、うん、別に友達が持ってりゃいいゲームではあるから、別にいい。ってかケンちゃん持ってたしな。なんで俺そんなに欲しかったんだろう、これ後に買ったけどさ。結構、あ、初期タイトルというのも微妙が。あんまりファミコンソフトをねだってもらうってことはなかったから。うわー、危ねえ。たまにねだったら買ってくれるかなって思ったけど、買ってくんなかった。危ねえ。あー、嘘。元祖格ゲー。この上段下段があってさ、うわい。買った時の曲思い出す。加藤おばさんのとこまで行かなきゃダメ。あ、そうか、あれが勝利か。いや、いて、こんな面で負けるの嫌だな。ナイス。うい、行かないんかい。押し出していこう。よし。ジャジーな感じだな。な、近所の893の事務所からマジで鉢植え落とされることあって、これのリアルかと思いました。画面外のやたらかしとか妨害があるとかマジでスマブラの源流だよな。スマブラ、これとだからマリオブラザーズ足したらスマブラだよな。
どっちもある意味対戦格闘ゲーム。治安悪いな。治安悪いよ。ヤクザの事務所。直撃したらマジで死ぬよ。痛えじゃすまねえ。ボクシングの電卓思い出した。あー懐かしいね。カシオだっけ。マナブくんが持ってたわ。空に見合わせ窓から炊飯器降ってくるやつ思い出した。知らねえ。なんだそれ。もういいわ。もういいよ。次、突然ちょっと変わってくるよ、これ。同じでも。同じ内容ではないけど、ちょっと待ってよ。これは難しかった。カメレオンクラブって書いてある、裏に。こっちは？こっちは普通だな。これは当時すげえハマったな。ああ、失礼。うるせえ。めちゃめちゃハマったわ。全キャラの攻略は頭に入ってたけど、もう忘れたわ。次。本当に楽しかった、これ。来た。マイク・タイソンのじゃないんだね。始まらないんですけど。おお。すげえ。あんま似てない。はい。87年か。まあ、いいゲームが揃い始める頃だな。それ、マイク・タイソン1個前の敵のやつ。景品でしか手に入らないと思い込んでました。ああ、そういう人いるかもしれない。これさ、どっかなんかボタン押すと回復するとかあったよね。説明書見ないとわかんない。セコンドの人がすげえ速くなるみたいな。キャラがでかいんだよな、このゲーム。こいつはちっちゃい方だ。ははは、アケバンか。ね、来ない。どうやって作ってんの？お、来た。せい、早かった。あれ？どうしたらこいつ、お腹か、ここか。あれ？星マークの出し方がわかんないこいつ。あれ？いて。あれ、痛え。おっせ。あ、こんなに左右って重かったっけ。グローブがついてるやつだよね。グローブっていうか、危ねえ。星の出し方忘れた。こんなに左右って重かったんだね、これ。右に向かって出すとなる。あ、はい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 。いや、星の出し方が知りたい。それは、そういうのはいいんだ。星の気持ちよさを。向こうに下がってってことですよ。ここかな。あ、出た出た出た。そう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 。日本語。これさ、この文字のさ、解説が書いてある説明書が入ってたよね。説明書と別にこのなんか英文と日本語訳みたいな小冊子じゃないけど、なんか折りたたみ式の紙が入っててさ、なんだこれと思った当時は。星なくなるんかい。あー危ない。あーここか。結構多彩だろお前。お、はい。この動き、マリオでけえな。いやかましい。あぶね。あぶね。気持ちいい。早っ。やる気。あー、まあ、早かった。キャンセルで帰ってきた。早い早い早い。キャンセルすると早くなる。ダメか。
素で、ああ、来た。これでも出んのか。じゃあ使っちゃおう。あ、火弱い。いやー、これ今やっても楽しいわ。でもちょっとなんか左右の避けるのがあんなに重かった印象なかったな。ランクが上がるまでやるか。あの曲聴いて。きたー。こいつは下で避けるんだっけ？二面から急にわけわかんないやつ来すぎだろ、これ。いや、こいつじゃないか、それは。くるんくるん技使ってくるやつ。あれはもっとなんか、ひょうをかぶってるやつだっけ？この人は、ひげ触ったと、あ、違う。ここか。あ、どこだっけ？プルプルしてるとき画面だっけ？ちゃんと上を押すとなんか戻ってくるのが早くなって。気持ちいいよな、ほんと、そういうとことか。どこだっけ？これか。あ、疲れちゃった。あぶねえ。確かに。あぶねえ。あいてえ、食らっちゃダメ。食らったら星が消えちゃう。サリーちゃんのパパみたいな顔してたよ。髪の毛が。顔が、ちょっと待って。顔が面白い。よくできてるわ。ボクシングとはちょっと違うけど、とかファミリーボクシングの方がボクシングしてるけど、やっぱ、あ、これあれだ、しゃがんでる時パンチか、お腹パンチか。あ、まだ。お、出た。あ、出た。えらい出んの。あ、まだかい。しゃがめ、あ、まあ、来ないか、おい。飛ばせないし、まだ平気な顔してんの。この曲聴くとやっぱりミリピードとか覚えるぞ。よーし、おい、え、星くれや。体力全然回復してないじゃん。え、マジでこのゲームで任天堂が入れた攻略がやっと見つかったってこと？誰かが先にやっててネットで発表してなかっただけ。お、あ、失敗した。危なかった。任天堂は何でもかんでも正解出すのか。正解出すまで出さないっていうのが任天堂だからね。トレジャーが任天堂でゲーム作った時に言ってたじゃない。これじゃダメだって何年もかかったっつって。あ、こ、え、 KO だよ。適当に当時から使ってたのに何言ってんだって感じ。あ、やっぱりそうなんだ。ネットで知らない人が多かっただけの話でしょ。あんな懐かしい。いや、ファミコンってほんとすげえよな。笑ってんな、ほんと。あー、ピストン、ほんとここまでかな。ここまでやればいいかな、この巨大な敵を。敵に日本人が出てくるってのもなんかちょっと新鮮味あったけどね。ゲームってなんかあんま日本人出てくる印象なかった。無念後を頼むとか別だけど。ほい、ダメだ、ダメだ、うわ、ダメだ、うわー、やっちゃった。あ、来た。ほっ、いいね。よし、ダメか。はは、前、お、来た。お腹だっけ。あ、違う。え、どこだっけ、あれ、顔面。あぶねえ。なんでこんなにさ体重差があってやってんだろうね、これの人たち。ほっ、やられたね。ピストンホンダのと腹パンか。右パンチだよね、多分。どっちでもいいのかな。お腹、あの、しゃがみジャンプのやつ。ああ、 Wii 版もいずれやんなきゃいけないな。放送ではやってない。あの人ちゃんとチャリで走んの、あそこ。あー、あー、違う。ああ、バカ。ここは顔か、しゃがみがお腹か。てか日本人キャラクターっていうのが描けなかったのかな。まあ世界向けのゲームばっかだ。
終わっちゃったよ。なんか後ろの観客の動きに合わせて顎に打つとかなら、とか必ず KO とかじゃなくて、あ、騒ぎになってたやつ。へえ、そんななんだ。ちょっと怪我させてんな。セレクト押すと、あいつが速くなって回復するとかだった気がする。お、回復した。ちょっと回復した。観客の動き。いや、嘘だろ。どうせ。あ、違う。あ、違う。フラッシュ。ああ。へえ、フラッシュ。ロボレスやりてえ。ロボレスどっか出してくんねえかな、スイッチに。ロボレスやりてえなー。どっかでロボレスやった記憶あるんだけど、なんだ、間違いか。動画見ただけかもしれない。あ、やばい。あ、もう。どうすんだっけ、ボタンが連打か。あ、もう。どっちやってくるかわかんない。うわー、押せ。あー、すごい。まだか。うわい。気持ちいいな。もういいよ。お、起きなかった。結構 KO あるの。次誰だっけ。あー、おでこが光る人だっけ。ちょっとあそこの走るとこ聞けたらね。いいね。やつ、酒飲みのやつ。嘘だ。え、あいつってマイク・タイソンまで行かなかったの。この人じゃないね。この人あれだ、カルメンみたいな人だ。ははマジですげえよな、このゲーム。キャラもいっぱいいるしな。この人はなんだっけ、お腹を左右左右で殴るんだっけ。カモンカモンとかやってくんだよね。おお、いてえ。あ、ダメだ。あ、やべ、いてー。ほい、ほい、はい。あ、やべ、左右が意外と重い。あー、何が、スーファミ版って何に入ってんだろう。あ、危ねー、 スタミナ切れる。あ、ダメか。顔を殴ってこいって。どこで殴るの？こいつなんかあんま星くれないのかな？あ、そっちかい。どっかでスーファミ版遊べたと思うんだけど、それがもしかしたらゲームキューブ版かな。ゲームキューブファイトナイト、ファイトナイト、ファイトナイト、ラウンド2だっけ？動いて。火力ある、もしかしてこの人。もういいやー、ちょっとこれ切りないからやめよう。Wii U とミニ SNES。あー、ええー。いや、日本でも普通にリリースされたっていうかさ、遊ぶ方法があったよね。Wii U にあんだ。へえ。あれ？あ？スーマリオ終わった俺。あ、え？スーマリオはなんかこの中にないんだけど。まあ多分スーマリオはとっくにインストールしたはずだ。そういえばスーマリオが見当たんねえとか、なんかすげえ微妙なラインナップが残りそう。うん、まあいいや、これで。はい。容量あるね。あ、ファミコンウォーズ、あれ？昨日入れたな。ファミコンウォーズ何個あんだよ。修学旅行で乗った飛行機でスーファミのパンチアウト遊べました。へぇ！すごいな。日本ではなんかちゃんとリリースされなかったもんね。よし、じゃあこういうラインナップでやっていこっかな。どういう感じかな。遠慮
行こうか。延長されちゃったよ。はい、仲悪いなこいつら。え、あそっか。いやー、これは正当進化というかすげえ進化を見せたよな。これはみんなやってたな。これは売れたもんね。俺は随分遅れてやってたけど、これとドラクエ3を まとめて買った気がする。あ、なんか失敗した。何が失敗してる俺。あ、いけたな。あ、ギリ間に合うかと思った。違う、全部間違った。スーファミのマリオコレクションでやっと触ったな。あ、そう。なんかね、安くなってから、ま、ドラクエ3とセットで買ったんだよな、確か。あの、抱き合わせになってた気がするな。やっぱ売れたソフトだからさ、なんか本数めっちゃあったんだろうね。だからなんか、ドラクエ3と抱き合わせですげえ安くなってたから、新品、両方新品で買ったんだけど、なんかそういう、ちょっと特殊な買い方をした気がする。遅れたけどすげえ安く新品で買った。チャンピオンシップマリオだったからな。確かに。しかも遊べる人が限られてたもんね、ディスクシステムだったし。ディスクシステムってやっぱりなんかちょっと独特だったよな。売れ意外と日本全国的に見ればまあね、売れた数字だけど、数字的には売れてるけど。ね。だからすごい本数余ったんじゃない、すごく。確かドラクエ3、どっちだったかな、どっちかが新品で新しくて買った気がする。ドラクエ3だったような気がするけど、なんかドラクエ3ってマリオ3より後なのかな。その辺が分かる。マリオってだってこれゲームボーイからの逆輸入というかでしょ。これが最初じゃねえもんな。ファミコンってだからカービィとかもそうだよね。ゲームボーイが先で、ファミコンが後だもんね。このゲーム遊び方がいまいちよくわからん。踊ってんな。なに、物騒な。マリオランド2のワリオだよね。え、どうすればいいのか。怖い。何？そういうことじゃない。ああ、どういうことよ。こういうこと？このお金回収して逃げていく感じがたまんない。あ、いけるの？ね、なんかキラキラしてて。マリオって94年なのか。ファミコン頑張ってるな。ねえ。持ってて殺すのすごい。いけんのこれ。いけた。これ。そうだね。そういうことか。あ、違う。これはどうなる？縦にしか消えないのか。ああ、すげえ。すげえ。おー、じゃ、そういうことになるの。ほい。うわ、一個邪魔だから、押し出せていくの。左の M。うわ、違う。この前スイッチで友達とネット対戦して二人とも閉じ込められて大爆笑してた。笑。なんで？あ、これ？あ、スイッチ、これあるんだ。これなんかどうなっちゃうのこれ。どうなっちゃうのっていうか、こうなった場合どうすりゃいいんだよ。怖い。あ、なんか揺れたよ。なんで？ワリオ来た。何してんの？
これ1個消せんの？あ、1個消せない。なんか攻撃してくるぞ。緑が来ればいい。うわ、すげえ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 。ちょっとこれ越えられないんだけど。越えられない壁。うわ。いや、なんか斜めとか消えるし。なんか、いや、なんかちょっとキャサリン行くんだけど。何してんとか、はぁ、ちょっと。ちょいちょいちょい。おい、なんだこれ。マジで難しいこれ。助けて。コイン減った。お給料減ったんだけど。なんでダメだこれ。難しすぎる。癖あるわ。ああ、そういうのもあんだ。さすがに無理か。壁とか、あ、登れんじゃん、やっぱり。なんか登れた気がしたなと思ったら。やべ、来た。お給料。ちょっと減った。なんだろう。なんだろう。多分登れることをちゃんと分かってなきゃダメ。次。癖が強い。なんか変だよね。なんかパッと見でどういうゲームか分かりづらいよね。なんか任天堂らしからぬというか。ちょっとめんどくさい。このワリオの森は秋葉原でめちゃめちゃな安売りで叩き売りされてたよね。マジで新品100円。100円はなかったけど。まあなんか数百円で500円以下で売ってたよな。大量に。そう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 。もうワゴンの、これとウェディングピーチのスーファミ版と、あとなんだっけな、なんかめちゃめちゃワゴンだったよね。あの時の秋葉のワゴンはほんとすごかったな。とか、店中がワゴンみたいな時あったもんね。PC エンジンのソフトが1本50円とか、10円だったかな。いくらでかで売ってて、ケースとしてはお使いくださいって書いてあった時は本当にびっくりしたわ。ロードハンティングあったか。てか、そもそもがバーチャルボーイとかがすげえあったもんな。バーチャルボーイ本体とソフトセットみたいのがさ、もりもり売ってて全然売り切れなくて、仕方なく買ったやつが、ああ、ダメだこれ。ねえ、今では高くなっちゃって、物はいいからな。まあ、邪魔だからな。こんなとこでしょうか。さあ、残り5本。そうだね。だったら、ワリオ。なんだろうね。なんでなんだろう。パワーグローブは日本全国で、ちゃんとしたゲーム屋は仕入れてたから、なんか余っちゃってね。安売りしてたけど。どこでも安売りしてんの見たよな。新品で500円とか。で売ってんのバンバン見たけど一応買ったけどね、その時に。次、おほうおほうおほう、落ちた。次、あと残り5本、これ入れてね。ヨッシーの卵。でもこれはよくできてた。いや、なんかやっぱ面白さが伝わればみんなね、喜んでくれると思ったんじゃない。ファミコンの頃から 3D はやってるからな。マリオの顔よ。あ。消しちゃう？ヨッシーの種類がめっちゃあるからな、これ。失敗した。ちっちゃいヨッシー作る。最小ではないけど。失敗した。最小ヨッシー。あんま変わんなかった。
3D は難しいとこだね。来た。最大値を目指す。あ、消しちゃう。重い。これ最大値か。あ、いや、もう一個やっとこう。もう一個あったな。なんて。そうじゃ、パワーグローブではしゃげる。嘘。パワーグローブは俺意外と面白かったんだけどな。てか、もういい。あ、なんか変な順番になってる、これ。パワーグローブは意外と、ハイウェイ、だから何度も言うけど、ハイウェイスターを遊ばないとパワーグローブはちょっと語ってほしくない感じがある。なんでかっていうと、一番まともに本当に純粋に楽しいのがハイウェイスターだった。それ以外はただただ窮屈っていうか、なんだろう、もどかしすぎる。ただ単になんか出来悪い感じの、なんだよこれって、コントローラーで遊ぶ方が絶対楽しいじゃんっていう感じのゲームばっかりの中に、ハイウェイスターは本当にパワーグローブでやった方が楽しいんだよ。そんなゲームないと思うんだよね、他に。ハンドルを片手で握って運転してるかのような、本当になんかね、あるのよ。あれで 3D メガネもかけてやってれやれないな、多分。同時には使えないのか、あれ。使えんのかな。あ、すげえ、誰あれ。右の女誰あれ。いや、左もわかんないけど、ピーチが2人になってるの、これ。キャメロットですか、これ。誰？その顔出る必要あった？あ、まあいいのか。説明の人なの。何を注意しろって。多分デイジーについてるのはデイジー。ほんと？まあ色数無理だったのかな。デイジー初出ってどこなんだろう。ああ、その画面とこの画面別なのか。何の曲だこれ。何の曲かすげえ気になったじゃんか。ああ、なんで見せたんだ。そうだよね。エンディングだよね。あ！右行った。いい、やだ。失敗した、これは。ああ。よくできてんな。まあいいけど。まあ、あと残り3本ですが、最後のソフトはみんな分かってますよね。またこれ、間違った。まあいいわ。接点復活剤で磨いてもいいでしょう。なぜここに来たのか分かんない USA。 このゲームボーイっぽい感じ。92年、3年も経ったんだね。てか92年って、夢工場。そう、夢工場。曲はやっぱ向こうの方がいいもんな。あとやっぱピーチが、ああそうか、一発死っていうか、これちっちゃくなるって要素があるのか、こっちは。死んだ。お母さんがいい。ただピーチで浮きたかっただけなのに。あ、この音。失敗した。右から出てきてびっくりしたよ。そうなのよ。夢工場だよ、これはな。お母さん、そっか、抜くのが遅かったりするのか、これ。なるほど。いいのか。どこだ、どこだ。あ、これか。あ、ちょっと、どこ行くの。ちょい。これ時間なかったっけ。なんかちょっと、お母さん抜くの遅い。お母さんっていうか、お母さんじゃないのか、これは。ピーチか。もう夢工場気分だな。あー、危ない。やべ、投げ捨てちゃうわ。このなんか、まんじゅうみたいな感じ。おう、カメ。
そんなのいたか。そっか、夢工場じゃねえもんね。あ、来た。この曲。はっはっは。そうだったんだ。へぇ。そっか、曲も違うんだな、これ。あぶねあぶねあぶね。ちょっと。ちょっと。飛べないのか、この人。ジャンプの際、ジャンプしないとダメ。そうね。確かに。なんかこんな音入っちゃってて。タイプ、なんかパーカッション的な。ああ。うっとしい。まあ、やらなくていいけど。ああ。扉の音弱くね。キャサリンってどうなってるのこれ。キャサリンはキャサリンなのかな。夢工場でも限定販売だからな。あの夢工場に行かないといけないんでしょ。俺は買ったんだよね。お腹なんかキャサリンのお腹おかしい。赤いのがなんか縄跳びみたいになってんだけど。そんな感じなの。あーダメだこれ。てか B ダッシュってまさかこれ USA にしかない、夢工場にはない要素。B ダッシュ。なん不思議な映像だよな、これ。おお。ほっ。やっぱ任天堂は3発だよな。あの、ちょっとしたジャンプが、手役がついてない気がする。そうねー。惜しい。ああ、そうか、そういうシステムだったな。お父さんだもんね。夢工場で言うとこの。ああ、そういう感じなのか。気持ち悪い色だぜ。まあまあ、スーマリとはシステムが違うよな、ほんと。当時知らないで買った人はほんとびっくりしただろうな、これ。なんだ USA って言って。そもそもなんで USA だっていう。びっくりした。うわ。ね。ほんとに。確かコインがかなり重要アイテムだった気がするな。触っただけじゃ取れねえしな。一体何なんだこのゲームは。マリオではないだろ。ワンナップ？まさかの？痛そう。おっと出た。俺別に怖くなかったんだよな、これ。でもなんかやっぱ追っかけられるのって子供はすごいなんか怖く感じるとかゾクゾクするみたいね。はぁ、どこで売ってたんだ。俺はね、行ったんだよね。テレホンカードとかもだから、買ってもらった。なんだったんだろうな、あのイベント。今で言うとこの お台場合衆国的なイベントなの、あれ。お台場合衆国自体がちょっとよくわかんないけど。まだあんのかい。なんか痺れてる。おい、何やってんの。まあ、危ない危ない。なんでまだ復活した。わあ、爆発した。うへえ。これやっぱマリオじゃねえよ、操作性が。全く違うもんな、操作の感覚が。わあわあわあ。あ、よく見たらあと2個。イベントに行かなくても手に入ったって、うちから盗んだんじゃねえのか。盗まれたんだよね。当時ディスクシステムを持ってる人なんて本当に数えるほどしかいなかったし、うちの構造を知ってるやつは多分あいつしかいないしってなると、もう犯人絞れるんだけどね。ああ。いや、だって、キャサリンってことだってそうでしょ、言ったら。今でもいるよね。ヨッシーの女版みたいな扱いになってるけど。意味がわかんないよな。夢工場は SE にディスクシステムの音源使ってるから、セに関しては夢工場の方が気持ちいい。そうなんです。これもあれか、スイッチにあるな。いてどうしよっか。ちょっと延長切って、ちょっとだけやる。もう今日は寝るよ、終わったら。長い長い長い。夢工場って普通に書き換えや発売してたはず。あ、そうなんだね。イベント専用のやつはなんか別のもんだったのかな。先行発売だったら眩しい、もう。眩しいわ。すっげえ。クエスト。
任天堂、ああ。うん。なんか、ドクター・ワイリーみたいな。おえ？やっぱりドクター・ワイリーとあれじゃん。すげえついて。よいしょ。ワルナッチって、ああ、やっぱり。まあいいわ。飛ばすわ。結構長いんだよな、このゲームな。一人用も。スト2とは大違い。ま、なんでもいいわ。あの土下座安いからな。安い土下座。あ、これ、そっか、敵を決めてたのか、俺。あ、まあ、倒したやつが使えるからいいか。こいつどんな技だったっけ？これ以外は、ため技とか。そうね。なんかで見たことあったけどな、なんかだ、なんだろう。ポンキッキー。あ、マジで？ためがあったっけ、これ。なんか、タックルなかったっけ？投げ技もあるからな。どんな、あったあったあった。うん。あ、ほんと。パワーゲーザー打てる。カービィみたいな色だな。強い。あ、いや、いて！ジャイアントでもすげえ使うと強いな。主人公キャラがいけないブランカっていう。背景のあの画面のゲームボーイ感すごい。そうね、ファミコンでスト2作れねえかなってことでしょ、簡単に言えば。で、デカキャラ無理だから、そうだ、バラバラにしちゃえ。ピヨットルー。あ、し、あ、だ、あ、死んだ。なんでこの仕切り直しシステムにしたんだろう。で、あ、でもこれだったら表現、いろんな表現できるもんな。考えたもんだ。 あでも俺多分ジョイメカより前にこの表現ってどっかで見たことあったんだよな。別にそこまで珍しい表現でもなかったけど、ゲームではちょっとね。もうなんかモータルコンバットとかこんなシステムじゃなかった。新しいやつだけかな。投げて殺したい。でもファミコンでやるにはもうこれが一番の、まあ正解だもんね。来た。そこで空中で話しちゃうんだ。どうやって引っ張ってんそれを。仲間に戻った、そこそこ。もともとはこっちの、なんかロックマンみたいな話なんだ。倒す敵を選べと、ムエタイで。敵から選んでる。マニュアルとスタートって何？え、どういうこと？どういうこと？なんか技の出し方がコマンド入力となんか出しやすいあれがあるのかな。この頭突きめっちゃ強い。あ、ちゃちゃちゃ。中国のポケモンでストリートファイターをファミコンにしちゃったんだよな。あれが出来がいいっていうか、俺放送で何度かやったけど。めっちゃできんだよな。スーファミ版じゃなくてゲーセン版を移植してんのがすげえ好感持ってんだよ。スーファミにない要素がちゃんとあるから。強い。この下段強い。下段の強い。こいつ技、おー、すげえ。バイソン的な。あ、強い。強っ。そうねー。おい、じゃあ、はい。あ、違う。パワーヒーザー、あ、違う。できなかった。投げできねえ。あ、左下か、これ。危ねえ。はい。いいねえ。
ギリギリ何やってるか分かる感じがたまんねえよ。あぶねえ。どっち。よし、ほんの、あ、こっち、うわ、後ろ取られた。やべ、失敗した。私のは本当に神様偉くできよいのがあるのはプログラムだけ完璧なファミコン版のアリタイプとか。はははあれは海外のあれなんだっけ、アルタイプの偽物ってなんて言うんだっけあれ、結構有名なパチモンだよね。モーションだけでパーツ自体はアニメしないのが、要領節約にもなってんだろうな。フラッシュ的なね、そうよ、ほんとよ。見て、強い、ピヨタ強い。このヒットストップとかもうまいよな。嘘でしょ、嘘でしょ、いけるか。あ、いけない。お前そこずるいよ、ずるい。回復すんの、これ帰りも当たるのが面白い。下段パンチダメか。あ、嘘、いけるか。いけない。行きたい、投げたい、投げたい出してこいや。もういっか、パンチで。いけた。そう、まあフラッシュ的な表現だよね。パーツパーツを別にしてそうね、下手なスーファミ格ゲーよりはできいね、さすが任天堂。良心回路、何をしてるかギリギリわかるもんなどういうポーズしてるかギリギリはわかるようになってる。もういいか。はい。ジョイメカはスイッチ買えば、スイッチオンラインに入れば、まあ好き放題できるし、オンライン対戦もできる。すげえな、いい時代になったな。ただスイッチのオンラインは俺まだ恩恵があまりない、俺にはないからな。とりあえず入ってみたけど。ねえ、そうなんだよな。見た目ばっかいいからね。見た目ばっかいいだけで、やってみると中身ボロボロのやつが結構あるんだよな。ベルスクもそうだけど。はい、最後。任天堂棚引き出し最後です。うん、最後です。89年か。はい、俺には難しかった。よし。マリオさんかな？マリオさんいらっしゃい。永遠に聞いてられるわ、この曲。あのさ。あ、そうだね、本当に。まあ、ベルスクとかもきつかった。マザーってまずタイトルにやられたよね。あ、マザー入れてるよ、これ。あ、そっか、RPG だから入れてるんだ、これ。ロックかかってる。マザーはもうタイトルがもうなんかよくわからんっていう感じだったもんな、当時。なんでマザーなんだろうって、しかもなんでお父さんいないんだみたいなさ、謎の立体感と曲、謎の魅力的な曲、世界観も独特だったしね。なんかなんつうんだろう、スーファミとスーファミだけかな。海外、違う、デュオとかでも出なかったもんね。スーパーマッスルボーも出なかったしな。メガドラに海外では出てるよね、確か。エンディング泣けんの、このゲーム。あ、これも怒られそうだな。大丈夫か。いろんな曲を聴いてみよう。マジカントとか行きてえな、久々に。あ、ダメだこれ。なん、他になんかゲームやってる人なのかな。感じがいい。これでもなんかいろんなものの名前つけなきゃいけなくなかった、これ。やっぱり羽の名前でもつけるか。ちょっと待って。かわいい。これ、大変だぞ。なんか好きな料理とか、犬の名前とか、うっちょうとやなくて。もしマリオならアブズにしたら、え？って宮本さんに言われたら
シナリオってどういう内容なのこのマザーって。そうだよね、アロエリーナムーンライダースの人だよね。パニッシャーもジェネシス、そうなんだよね。エリパチもスーファミ用になってる。エリパチ、ああ、うん、パニッシャー、そうね。友達の名前メガネにしようか。じゃあこれもやんなきゃいけないからな。おいおい、こっちか。ネミ、あこんなにいっぱいつけなきゃいけない、めんどくせえ。俺にはちょっと酷だよ。グラさんにしようか。じゃあグラさんだよ。友達は嫁さんで笑う。ああ、まあメガネかけてるじゃん。好きな献立、ああ腹減る、カツカレーなんか毎回カツカレー食わされてるのも嫌だな。ああ犬の名前とかなかったんだっけ。早い。パンドラボックス買おうとするも入ってるゲーム分かりづらくて割と2万あれ何が入ってるか分かんないんだ。味噌、味噌だけ食わされてるの。焼きビーフ1900年代の初め、すげえ世界観だね。ちょ、恋話ってなんだよ。ジョージってお父さん、え、なんだって。え、アメリカの田舎町に黒雲のような影が落ち、一組の夫婦が、へえ、そんな話なんだ。家話でジョージは家に戻りましたか。ええほっとするのよ。はえ、で、ずいぶん後だね。あと2分しかないんですけど。あ、そういうことかい。あと2分半で放送は終わりになります。広い部屋だな、おい。ファミコンとか置いてないんだっけ。うわ。ありがとう。あ、そんなに、はい。そんなわけで、今日もお付き合いいただきありがとうございました。やっぱ、任天堂の棚は1個でこんなにかかるわ。え、当たんなかった？え、スマッシュ。違う、あれ、なんて書いたんだ。あ、おう、こっちって。人形とかある？うん。お！ありがとう。最近、毎日のように一応、ああいうの調べてたんだけど、2日サボってたわ。1000円ぐらいになってるかな。あれは絶対、あれ面白かったの、ほんと。俺ならこういう風に作るのにみたいな感じだと思う。やっぱソニックっていうキャラクターが尖りすぎてて、扱いきれなかったキャラだったんだよな。ラップ現象、ラップ現象じゃねえだろ、これ。ひいおじいちゃんが PSI。あ、おじいちゃんの話なの。安い安い、顔。寝る前に買おう。じゃあ放送でやろう。買ったゲームまだやってねえんだよな。サイって読むんだ。へえー。あ、サイキック ?ESP じゃないんだ。あ、これお母さんなのか。動けねえ。は？なるほど。おじいちゃんが超能力の研究をしてたの。動けねえ。そういえばギトロがしてた会社飛びましたね。今からところに行かなきゃ。はっってことはもう、プレミアつくの。任天堂がちゃんと作ってくれよ。ニセトロ内に、任天堂パワーでやられたの。キューピー。今更かって感じだね。なんでこんなに時間経ってから。何それ。うえ、危ねえ。嘘でしょ。ってことは何、買おうと思ったけど来なかった人とかがいたってこと。終わりかい。お疲れ様でした。また次の夜に会いましょう。おやすみなさい。お疲れ様でした。はーい。お疲れ様です。うん。お疲れ様です。この子、死んだのかった。はい。お疲れ様でした。おー、レベル欲しい。お疲れ様でした。ああ。
こんなとこでエレベーターがあるんだ。